はい。ザ・ウォッチャーズという映画のネタバレをしたいと思います。これ間違えてまして、シャマラン監督の映画かと思っていたら、娘さんの映画だったっていうね、入る前直前に気づきました。で、ちょっとね、シャマラン監督、シャマランでいいのかなシャマラン監督の予告としてはちょっと稚拙だなと思ってたんですよね。まあ、完全にネタ終わった予告になっていて、ということは、 さらにこれを、これをメタ化するような内容になってるのかなと、期待はねしていたんですよね。まあ予告編見れば一瞬でこの映画っていうのは映画の話ですよ。映画とそれを毎、毎夜、毎夜ですね。ポップコーン片手に見に来る観客の話ですよっていうのはまあ予告編でもうネタをわってるわけですね。なんでそこはあんまり引っ張ってもしょうがないんで、その、じゃあその観客と映画の隔ててるミラーみたいなものが壊れたらどうなるのか。 まあ、あるいはそれをさらに上から俯瞰で見ている人たちみたいな話なのかみたいなそこがまあこの映画のオチというか楽しみなんだろうなと思ってたんですが、まあ、直前に娘さんだということを聞いてあなるほどと。ということはこの映画を作ってるシャマラン監督が映画をこう没頭して作ってる時にですねその家族である娘さんがほっぽほっぽ,ろほっ,ぽいほっぽって置かれたりですね それから、それを娘さんが冷めた目で見ているのが、ウォッチャーズ。そういうメタ的なものがウォッチャーズなんだろうなと、当たりをつけてこう見に行ったわけですが、まあ実際そういう映画でもありましたよね。まあ妖精さんに囚われたプロフェッサーこと、シャマラン監督がですね、ダコタ・ファニング、フンする娘さんが来てですね、そして謎を解いていくというようなね、話になっていて、明らかにシャマラン監督と思われる 人物、プロフェッサーとそれから娘さんであるダコタ・ファニングちゃんが出てくるとそしてまあそこに全てを知っているおばあさんがねいるというそういう集まりであって。 でお膳立てはもう全部ね最初の段階でこうできているということでまあどうやったらストーリーが転がるのかなって楽しみにしてたら全く転がないで <laughs> 終わったというかまあ途中で出てきたんで全く何も意外性もないね、まあ、出ていったところは途中退席したところは事故のシーンを思い出すところですかねまあちょっと事故かどうかさえその前でも出ちゃったんですけれどもちょっとチラッとね双子のお姉さんだか妹さんみたいなのが出て きたような気がします、まあ、だからダカト・ファニングちゃんといえばやっぱりアリーマんかそのそんなイメージのね2人が出てきてでそこであもう真面目すぎると思ってね、えー、退席してしまったんですがやっぱりお父さんのですねあのトンチキなあの設定にはしないぞというねことを強い意志をね感じられましたし、えー、とても構成はよくできてるんじゃないかなと。 思います。なんですが、面白くなかったかなというところですね。一応、あらすじはね、後でね、インターネットでチェックさせていただいたんですが、まあ、思った通り、で、何のオチもないというねことでした。ただ、それが普通の映画なんで、シャマラン監督に、ね、うちらが何を求めてるんだっていうのがちょっとおかしいっていうね。同時にやっていた予告で、トラップですかね。 っってていうう映画があそそれはねね予告編から面白そうなんですよ、ね、こっちもね、ネタ終わってる予告編で、凶悪犯をおびき出して捕まえるっていう、まあ簡単なストーリーなんですが、まあだからそこからどうなるのかっていうね、実は凶悪犯だと思っている人が実は刑事で、警備員の方が実はトラップにトラップに捕まったっていうオチなのかなとか、それともこれを見ている人たちがトラップに入ってしまったんですよ。 みたいな、ね、なんか宇宙人にこう最後劇場ごと生け捕りにされるみたいなね、まあ、そういうオチでもいいんじゃないかなと思って、まあ、これはちょっと楽しみですね「トラップ」というね でこのザ・ウォッチャーズも似たようなこうシチュエーションで言うとキャビンとかねでキャビンみたいな感じなのかなと思ったらちゃんと映画内で完結してるらしくてねそこも同じなんですよねで、まあ、最初にお話ししたように映画監督の娘映画っていうね、まあ、新たなジャンルですよねそういう映画見たことないんですがでも、まあ、あるとは思うんですよねでもそういうの結構面白そうですよね今まで映画監督は自分の監督になる映画 っっっててていいううののを作る,取るっていうのはよくあ,って、まあ監督万歳とか「墓2分の1」とか「エヴァンゲリオン」とかその制作過程を映画にしてしまう特に新エヴァとかですねはよくあったんですがそれを作っている家族が見た話見た家,家族視点で見た話って っていうのはなかなか面白いんじゃないかなとそのシチュエーションだけではねえと思ったんですが、まあ、ちょっと残念ながら映画の出来がそんなに良くなかったと、まあ、三種の神器みたいな形でですねお父さんが撮ってある妖精さんですねが撮ってある新聞とそれからビデオ,でビデオカメラとそれから自転車ですよね、まあ、これは新聞というのは知性っていうことですよね それから、ビデオカメラっていうのは観察眼ですよね。The Watchers ですね。そして、自転車っていうのは自由の象徴ですよね。だから、これがないと映画ができませんぜっていうね、ことを、あの、あの中に隠してあったりとかですね。まあ、だから、あれがまあ、スタジオなんでしょうね。 で、ミラーが、ミラーがあって反転して、まあ、この絵がやたら反転構造、コピー構造、複製構造みたいなのがあって、最初のまあダーウィンっていうね、オームさんね。で、まあダーウィンの進化論がダーウィン書いた時に、オームもなんか出てきたような気がするんですが、まあ、気のせいかな。 で、オウムが人の言葉を学習して喋る。だけど、全く意味がわかんないで模倣してるだけっていうのが、オウムっていうのはこれ、だから役者さんですよね。で、役者さんを鳥籠に入れて持ち運んで、ロケ地まで持ってくと。まあ、ロケバスに入れて持ってくってことですよね。で、監督がね。で、監督はここ喋れ喋れって指導してるのが最初のシーンということですよね。監督がですね、その役者さんたちをニュースバンサス 遊びに行ってでそこでで監督はですね娘さんダコタファーニングはなんかコスプレ遊びみたいな自分じゃないな、まあ、りきりロールプレイ遊びみたいなことをし,してまた帰ってくるというのがこれも映画のメタファーになってるのかなとそのコスプレ衣装を返してから旅に出るロケ班に行くっていうねそれもなかなか面白いですしですね電子タバコを吸ってたりとか、まあ、これはだから、ね、葉巻のイメージですよねだからやっぱり。 監督のイメージなんでしょうねで自分で使った衣装を衣装さんに返して旅に出るというようなことをしてるわけですね。まあ、だから多分これ全部映画のねお話ですよね。でロケに行って,ロケに行って そして、もう小屋です。見せ物小屋にはですね、ミラーがあって、まあ、大きいスクリーンがあって、向こう側から誰かが見ていると。映画の、映画館に入った観客がポップコーン片手にこう見ていると。そして、こっち向け、つって背中見せんじゃねえ、つって顔見せろ、みたいなことをしてるわけですよね。 ただ、それがですね、ミラー1枚っていうか、鏡1枚、ガラス1枚、隔てて、スクリーン1枚隔てているから、お互いの均衡が取れてるわけで、これがもしですね、向こうのスクリーンから、役者さんが本当に登場したりとかしたら、まあ、パニックになるわけですよね。それがないから、スクリーンの後ろでね、役者さんがこう見ていて、逐一いちね、観客のリアクションをチェックして、やじった人とかをチェックして、最後に映画終わってる、 終わった後とか映画やってる最中にいきなりこうスクリーンから出てきて、ね、てめえ何言ったんだみたいな感じにならないからこそお互いこう楽しめるっていうのが、まあこのザ・ウォッチャーズの映画館のメタなんですが、それはね、面白いっちゃ面白いんですけど、だから何と。 みんなやってますよね、こういうことは。っていうことですね。えー、やっぱりこう、やっぱ直接的だと思われたのが、ちょっと論点、ミスリードで、まあ、リアリティショーを流してて、もうネタバレして、実はこれはリアリティショーの話なんですよ、って。いくら勘が鈍い人でもこれだけやれば気づきますよね、みたいな感じで、まあ、リアリティショーを流すんですが、まあこれは照れ隠しかなと。 思いますね。そしてミスリードこれは完璧に映画のね話だと思いますそしてまあその映画に取りつかれた自分のお父さんシャ・チャマラン監督とそれからその世界に迷い込んでしまった娘ダコタ・ファニングちゃんの自分自身のお話と いうことですよね。だから、オチの方はちょっとあらす筋で見たんですけど、まあ最後そうなるということですよね。誰かに乗っ取って生活したりとかですね。それから共存関係になってうまくやるとか。まあそれがまあ映画の取り込まれたり、と出て行ったり離れたりみたいなね。映画制作に関しての、あと家族ですよね。そに対してのまあメタファーになってんじゃないかなと。まあだから、やたらこの映画 紙みたいなのがね出てきて自分の写し絵みたいなクローンの、はい、えクローンじゃないな。 双子のお姉さんか妹が出てきたりとかするんですが、まあ、これはシャマラン監督と娘さんの生き写しのことを指してるんだろうなと。そして、反面教師って言葉がね、日本にはあると思うんですが、父のようにはならないぞという決意がまあこの映画にこう固くされてるんだろうなというのがまあこの座坊じゃないかなと。 思いますまあ、ただ着眼点はすごく良かったなかな良かったなと思うんですけれどもちょっとその映画の限定限定的なシチュエーション小屋だけ夜は小屋だけで展開されてその小屋もただピローンとしたワンルームで特に面白みがないなんかやりとり会話とかも特に面白くないそしてそのシチュエーション森の中とそれから小屋 という、まあ、限定的なシシチュエーションちょっとなんかあれですよね。エキスマキナみたいにちょっと似てるかなと思うんですが、ちょっとそれも面白くない。えー、そのポイントオブリターンとかね、いろいろあったんで、やり方はいろいろあったと思うんですよね。もうなんか、クマでも出しちゃいいんじゃないかなと思うんですけど、もっとクマとかいろんなもん出しちゃいいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、そういうなんか、お父さん的なことはやらないっていうのは多分心に決めてるのかなと。ルックはね、すごいお父さん的だと思うんですが、 その中身はちゃんとしたお父さんとは違う正統派な映画を作りますぜっていうね、まあ、反抗期ですよねそのうちお父さんみたいな映画を作り始めるんじゃないかなと思います。 では、はい、付け足しですえ。冒頭ですか、年にかかる音楽が、まあ、スワンレイクっていうね、白鳥の湖ですよね。えそして、まあ、ダコタ・ファニングちゃんはバレリーナという風にね、嘘をつくとえ、醜いアヒルの子ですよ、それが白鳥になりますよっていうのが示唆されてるんですが、まあ、この音楽なんですけれども、隠れがですウォッチャーズの部屋、 って聞く時ですかね偉大も知れない音になってましてあれは多分テルミンでテルミン博士の愛人と言われた人かなあるいは配偶者かなの人が演奏している「白鳥の湖」なんじゃないのかな、まあ、あるいはそれを模したものなんじゃないかなと。まあ、テルミンっていうが 楽器は、演奏できるのはそのクラダさんかなその人しかいないみたいなね。<laughs> ちゃんと演奏できるのはね。えー、というような、ね、楽器であって、まあ、それの音を聞くっていうのはね、やっぱり、えー、テルミン博士が、まあ、シャマラン監督で、えー、そのクラダがですね、クラダさんが、えー、ダコタ・ファニングちゃんことダク、ダコタ・ファニングちゃんこと、シャマラン監督の娘さんこと、この映画の監督さんということなんじゃないかなと思います。